わかりやすい中学英語。助動詞 can 丸 1can, cannot。ポイントです。can 何々することができる。can not or can't 何々することができない。まずこの二つの単語を覚えてください。can 何々することができる。can't 何々することができない。 教科書の基本文です。はるキ can't sleep anywhere. 日本語にできるでしょうか解説します。はるきは can, できる。sleep, 眠る。anywhere という単語はどこでもという意味です。すなわち、はるきはどこでも眠ることができますという意味になります。下の文です。I cannot, can't sleep tonight. I は私。 can, cannot, can not, もしくは can't はできない sleep 眠る t o n i g h t 今夜すなわち私は今夜は眠ることができませんという意味ですポイントは can もしくは can't の意味をしっかりと押さえてくださいそれでは実際に使ってみましょうあなたは何個ハンバーガーを食べることができますか、えー、マクドナルドの一番小さいハンバーガーでいいです 最高何個ぐらい食べることができると思いますか私は何個ハンバーガーを食べることができますという英語を組み立ててください。このようにできましたか ?I can eat 何々ハンバーガーズ数のところには1,2,3,4,5等の数が入ります。次にあなたが食べることのできないものは何ですか 嫌いで食べることのできないもの。もしくは、あまり好きでないなと思うものでも結構です。私は何々が食べることはできませんという英語を作ってみてください。このようにできたでしょうか ?I can't eat 食べ物。それではリピートしてみてください。数の部分、食べ物の部分にはあなた自身の答えを、えー、答えてください。 Repeat.I can eat hamburgers. はい。I can't eat. はい。違う動詞で練習してみましょう。Repeat してください。Repeat.read books.watch tv.study english.speak english. Speak english. use smartphone. どんどん練習してみましょう。できる、できませんを交互に行きます。repeat.I can read books. はい。I can't read books. はい。I can watch TV.I can't watch TV. I can study English. I can't study English. I can speak English. I can't speak English. I can use smartphone. I can't use smartphone. 一時停止してもう一度自分で言えるようにしてください。それでは、主語を変えて練習してみましょう。repeat.I, you, he, she, we, you, they, they.repeat.you can read books. はい。 You can't read books. Hi. He can watch TV. Hi. He can't watch TV. Hi. She can study English. Hi. She can't study English. Hi. We can speak English. We can't speak English.They can't use smartphone.They can't use smartphone. それでは助動詞 can の注意点を3つ挙げますので理解してください。1つ目、肯定文、否定文、肯定文というのは普通の何々できるという文です。 否定文、何々できないという文の時の can の場所は主語と動詞の間になります。例えば、I c a n play soccer.I が主語、play が動詞、can はその間に入ります。he can't speak English。否定文の場合も he が主語、speak が動詞、can't というのは主語と動詞の間に入ります。 動詞は必ず原型です。元の形になります。s や ing など何もつかない元の形になります。he speaks English. 彼は英語を話します。speak の後ろに三人称単数と呼ばれる s がついております。he doesn't speak English. 現在形の時、he とか she とか人の名前の時には否定部の時には doesn't という単語を使います。 can を使えば、he can speaks English とはなりません。speaks の s は消えます。原型に戻るので s はつけません。また、he doesn't speak English この場合も doesn't ではなく can't を使います。he can't speak English こういう形になります。三つ目です。動詞は必ず必要です。私はサッカーができる。日本語としては正しい文です。 この文の通り英語にすると I、私、can できるサッカー一見英語として正しいように思いますがこれは間違っています私はサッカーをすることのような動詞が必ず入りますすることができます i c a n play s c c e r と何々するという意味の動詞が必ず入りますので注意してくださいそれではもう一度文法の解説です 私はサッカーをする。I play soccer. 私はサッカーをすることができる。I can play soccer. 先ほどの解説の通り、can は I と play の間に入ります。彼はサッカーをする。これはどうなりますか ?He plays サッカーではなく、He plays soccer です。三人称単数、現在、He, She, 人の名前などが来る場合には、動詞の後ろに S をつけるというルールがありました。覚え思い出してください。彼はサッカーをすることができる。この場合は、He can p l a the s o c c e r ではなく、S は必ずなくして、Can の後ろの動詞は原型になりますので、He can p l a y s o サッカー。こういう形になります。それでは問題です。次の文を Can を使った文に書き換えましょう。 1>, 1番です。We study English every day. 私は毎日英語を勉強します。2番。She studied math after school. 彼女は after school 放課後 math 数学を勉強します。これを CAN を使った文に書き換えてください。一時停止をしながら考えてみてもらっても結構です。1番はこういう形になります。We can study English every day. 主語が we の場合は、can を入れるだけで結構です。2番です。注意してほしいのが、she studies.c がありますので、3人称単数現在になりますので、study という形が y を y に変えて e s という形になっています。ここが注意です。答えは、she can.studies が元の形、study に戻ります。math, after school こういう形になります。 それでは上からリピートしてみてください。We study English every day.We、はい、can study English every day.She、はい、studies math after school.She can study math after school. はい。次の文はどうでしょうか ?They don't speak English. 否定文ですね。彼らは英語を話しません。2番。太郎 doesn't speak e n g l i s h 太郎は英語を話しません。ここでは、太郎、三人称単数現在ですので、don't ではなく doesn't が使われています。can を使った文に書き換えてください。こうなります。They can't speak English. don't の部分を can't に変えるだけで大丈夫です。彼らは英語を話すことができませんという文になります。2番は、タロー can't speak English。タローは英語を話すことができませんという文になります。この場合は don、don't もしくは doesn't を can't に変え,ば変えればそれだけで OK です。repeat.They don't speak English. はい。They can't speak English. タロ doesn't speak English. はい。タロ can't speak English. はい。最後に今日のおさらいです。次の文を日本語にしてください。ハルキ c a n sleep anywhere。can は訳せるようになっていてほしいなと思います。ハルキは Anywhere, どこでも sleep 眠ることができます。I cannot sleep tonight.I, 私は tonight 今夜 cannot sleep ですので眠ることができません。実際に使ってみてください。あなたは何個ハンバーガーを食べることができますか自分自身の表現で私は何個ハンバーガーを食べることができます。どうぞ こういう形でできたでしょうか ?I c a n eat five hamburgers のように、5のところは自分の数を入れてください。あなたが食べることのできないものは何ですかさん、はい。I can't eat 食べ物できたでしょうか ?That's all for today. 中学生の皆さんや 英語を学び直してみたいと思う皆さんのお役に立てれば嬉しく思います。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。See you next time. Bye bye.